残念な結果に終わってしまったんですけども、今の心境をお願いします。まあでも、すがすがしいです。まあもちろん悔しいですけど、まあ僕も今勝つためのこと精一杯やったんで、そうですね、なんだろうな、最後まで妥協せず精一杯、いつも最後下になってっていうのがあったんで、宮田選手とか最後下になってっていうのがあったんですけど、そこを最後ね、最後まで妥協せずウェイキープでって感じで行ったんで、うん、まあ僕のやれること精一杯やった試合でした。大沢選手の印象はどうでしょう、戦ってみて。なんだろうな、特に本当に印象ない、まあ、本当に全体的に上手い選手、キュアの対処とかパンチとかいろいろ変化を加えてきて、うん、キュアってなんか、まあ、全体的にいい選手だったと思います。作戦としてはどういう感じで、まあもう本当に全局面勝負ですよ。まあ試合今そうだったと思うんですけど、まあ打撃勝負、組勝負、テイクダウン、ウェイキープっていう感じですね。はい。まあ相手の方が上手かったっていうか。まあなんですかね、僕負けたと思ってないんですよ。まあこれ本当に言い訳になってね、毎試合こんなこと言って僕も恥ずかしいんですけど、なんだろうって感じでしたけど。でもこの結果はまあ受け止めるっていうか、まあもう本当に取らされた以上なんでしょうがないんですよね。はい、そこはちゃんと理解した上です。はい、この結果踏まえて今後まあどうしていこうか。なんだろうな、ちょっと先が見えてこないんですけど、まあ僕はこの格闘技を続けるってことは間違いなくて頑張ってきますけども、なんだろうな、先、この先、場所を考えたいと思います。戦う場所を。他にご質問の方いらっしゃいますでしょうか。今後に向けての課題ってありますか。もちろん倒す選手っていうのが一番なんですよ。僕も分かってて、倒せばね文句ないんですよ。だからまあ誰が見ても勝てる試合をするように僕も精一杯頑張ります。まあ、やっぱり倒すのが一番で、ね、仕留めるっていうのは、やっぱ青木選手なんか相手を仕留めるんで、確実にそういう選手になれるように、まあ僕も精一杯が続けていきます、ここから。